東浦町中央図書館は愛知県千田郡東浦町の公共図書館である。図書館の公式サイトでは日本語の他に英語とポルトガル語の案内ページを用意している。大建設計による建物は大きな本の森を想起させる設計である。館内中心部にある幹を模した柱からは枝葉を模した量がドーム型天井に放射状に伸びている。一般書フロアの床には 落葉柄のカーペットが敷かれており、自動書フロアの床には、好み柄のカーペットが敷かれている。書家や椅子は、東浦町に本社を置く、仮木製である。1992年には、照明学会の照明普及賞を受賞した。1990年夏には、館内での展示用として、下郡藤江村出身の国文学者である、久松千一の遺族から、蔵書。 筆記具、自筆原稿などの遺品が寄贈された。開館直前の1991年6月には、九章と同じく、藤江村出身の万葉研究者である、久米の城民の蔵書も寄贈され、これらは、九章文庫、久米文庫として、中央図書館に設置された。館長の水野森林書らは、九章の遺構の整理を行い、 生誕110年記念日にあたる2004年12月16日には移行調査リストを公開した。2013年春には、九章と久米野についての特別資料室を1階に開設した。九章の著作約200冊や直筆原稿約400点、久米野蔵書である国文学研究書約1800冊などを所蔵している。 注目を模した柱屋両2014年11月2日11月16日11月30日には利用者が魅力ある図書館について提言するワークショップよむらびカフェを行ったこのワークショップで出た提案をもとにして2015年度には大人を対象とした図書館で大人タイム事業を開始した女性アナウンサーが講師を務める話し方講座名古屋大学の特任助教である 飯島霊まが講師を務めるビブリオバトル、朗読会、映画上映会、コンサートなどを開催している。ヨムラビカフェをきっかけにして、図書館愛好者による市民団体、ヨムラビサポーターズが活動を開始した。2016年7月には図書館とヨムラビサポーターズが協力し、ぐるぐる図書館と名付けた街ライブラリーの公開を開始した。活動に賛同する参加者は、 自宅、店舗、事務所などの一角に本を置き、図書館として訪問者に公開する。武道園、建築設計事務所、精肉店、NPO 法人などが、ぐるぐる図書館の活動に賛同して、準備を進めている。同年7月3日には、開館25周年記念行事の一つとして、町ライブラリーの提唱者である、磯泉住,住の講演会が行われた。 1928年の東浦村立公益図書館1922年9月には、下郡東浦村に東浦村図書閲覧所が設立された。図書閲覧所の建設費は900円である。1927年10月には、東浦村立公益図書館が開館した。公益図書館と命名したのは、陸軍中将の千葉太郎。 机を備える土間と普通室があり、農業従事者などが土足のまま図書を閲覧することもできた。図書館は年中無休であり、館内への出入りや閲覧は自由だった。閲覧人数は1日平均50人だった。愛知県下公私立図書館記念写真帳によると、1928年時点の地田群には町立10、村立2、私立2の 1> 計1 4の図書館があった。東浦村立公益図書館の蔵書数3000冊は、横須賀町立横須賀図書館に次いで、軍内で2番目に多かった。1950年4月には、小川に東浦町立図書館が設立されたが、この図書館の詳細は定かでない。1976年から1991年まで、 図書室があった東浦町中央公民館1976年7月、増書数約5000冊の東浦町中央公民館図書室が開館した。1988年には中央図書館基本構想委員会が設置され、1989年6月には基本構想建築計画書が策定された。競技設計で大建設計を設計者に選出し、 1990年5月11日に着工。1991年3月20日に竣工している。東浦町中央図書館の蔵書収容能力は17万冊であり、うち陛書庫の収容能力が7万冊。建設工事中の1990年12月には、東浦町中央図書館条例が制定された。 開館直前の1991年6月には、下郡・藤江村出身の久松瀬日と久米城民の蔵書が寄贈されている。一般開会閲覧室の書家市長各コーナー1991年7月2日に、東浦町中央図書館が開館し、記念行事として、児童文学作家の今西助行の講演会が開催された。1994年には、 蔵書数が10万点を突破し、1995年には、収容能力17万冊の書家整備が完了した。1996年度時点で、中央図書館の蔵書数は112,372冊、貸し出し人数は97,782人だった。この時点では、中央図書館の他に、森岡、新田、石浜、生路、藤江に、 慶後の公民館が、小川には、公民館から移管された児童館があり、それぞれ館内に図書室が設けられていた。公民館、児童館は、それぞれ1904冊から2566冊の蔵書を有しており、それぞれ261人から2062人の貸し出し人数があった。1996年度の創造書数は125,686冊であり、 うち自動書が約4万3200冊を占めていた。2001年3月には、増書数が15万点を突破。同年4月には、東浦町、東海市、大府市、下市の3市1町が、公共施設の総合利用に関する協定を結び、生涯学習施設や文化、スポーツ施設などの総合利用を可能とした。この協定によって、東浦町中央図書館は、 東海市、大府市、下市の住民に対する広域利用を開始した。同時に貸し出し点数の改定を行い、図書は最大15冊、市長各資料は最大3点に引き上げている。2002年4月にはブックスタート事業を開始、10月にはインターネットによる蔵書検索サービスを開始し、インターネット用パソコンや音声読み取り用パソコンを設置した。 2003年4月には、三市一町が結んでいた、相互利用協定に、半田市、常鍋市、阿久井町、竹豊町、三浜町、南千田町の西四町も加盟し、東浦町中央図書館の広域利用は、北半島の五市五町すべてに拡大された。2011年4月には、開館時間を10時から9時に早め、夏休み期間には、月曜日の開館も実施した。 2012年3月には、刈谷市を核として、東浦町、刈谷市、地流市、高浜市の三市一町が、木浦定住自立権の協定を締結。同年10月には、東浦町中央図書館の広域利用が、刈谷市の住民にも拡大され、2013年4月には、高浜市の住民にも拡大された。同年6月には、図書館職員によって、 ハンダ氏出身の新見南吉が友人の久米ジ民に宛てた手紙6通が発見された。久米野の遺族が東浦町中央図書館に寄贈した書類や書籍の中にあったものである。2014年4月には祝日の月曜日とその翌日の開館を実施し、開館日を年間15日間増やした。開館から1年の人口一人当たり、 貸し出し点数は6.1点であり、1991年度の全国平均の2.3点を大きく上回った。開館から1年の増所回転率は344.9%であり、1991年度の全国平均の154.5%を大きく上回った。2015年度末の東浦町の人口は5238人だった。 蔵書点数は18万1601点、貸出点数は30万8752点であり、人口1人当たり資料点数は3.8点、人口1人当たり貸出点数は6.1点である。東浦町、北半島五市五町、木浦東部定住自立圏の一部、ありがとうございます。